すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、地元の名店感漂うお店はこちらです。どん、名鉄常滑空港線蒲池駅から徒歩5分くらいのところにあります常滑チャーシューさんにお邪魔してます。こちら常滑チャーシューさんはお店の名前の通り愛知県の常滑市というところにありまして、地名プラスチャーシューってなんかすごくこうね、ワクワクさせられるネーミングというか、どんなチャーシューを拝めるのか早速行きましょう。レッツゴー。さあ、常滑チャーシューさん、注文せです。ご飯系が売り切れだったので今回は中華そばのみをお願いしました。地元民っぽい方がちらほらいて地域に愛されてるなと思いながら待ってるだー。こちらが常滑チャーシューさんの中華そばです。見た目的には醤油色の濃い塩分濃度高めっぽい中華そば、そしてチャーシューがめっちゃでかい。こりゃ食べ応えありそうだぞってことでいただきます。まずはスープから飲んでみると、ドホーン、見た目通りの濃ゆい醤油味でしっかりと醤油の風味を感じられます。この期待の裏切らなさは後の世代にも受け継がれていくでしょう。ではお次に、そんな醤油色に染められた中華麺をリフトして、そそろーせねーん、ノスラーらしい麺でスープと合わせてもノンストレスですすれるズバズバいけちゃうやつ。ノスラーだけに長州力にも通ずるものがあるなんてね。とにかく今はこの一杯を楽しみましょう。さあ、この角度から見たらより分厚さがわかるチャーシュー、店名に冠されている通りすごい迫力です。とにかくかぶりついてみましょう。どもーん、こちらも見た目通りかなりの食べ応えで、もう肉食ってる感がとにかくすごい。中華そばというメニュー名だけでいくとこのボリュームにやられる場合があるので注意してください。てな感じで、色の濃ゆいメンマもパクッと食らって後半も醤油感をどんどん楽しんでいきます。もちろん海苔で挟めば磯感もいい仕事をしてくれますが、とにかくチャーシューの存在感、そして圧倒的ボリュームがすごい。ちなみにチャーシューは持ち帰りもできるので家でのんびり食べるのもいいかもしれません。そんなこんなで最後までチャーシューと格闘しつつ、ラスト一口を食べ終えたら本日も大満腹で完食です。大変美味しくすれました。訪問の際は腹ペコの状態がおすすめです。それでは、はい、ごちそうさまでした。いやー、常滑チャーシューさんに行ってきたんですけれども、なかなかのヘビーっぷりで、やはりチャーシューが伊達ではなかったですね。スープは見た目通りの濃ゆい醤油味で、出汁よりも醤油感が先行してくるタイプで、昔ながらのね、ノスタルジックなラーメンといった味わいでしたね。麺は乾水の風味もある中細麺で、プリプリとした表面とツルッとした喉越しで、こちらもノスラーだなっていう感じの麺でしたね。醤油の濃い味のスープと一緒にすするとね、すごく懐かしい気持ちになりました。チャーシューはやはりかなり分厚くて大きさもすごかったので、なかなかやられてしまいましたね。かなり食べ応えのあるタイプなので、思いっきりお腹を空かせてね、行くのがいいんじゃないかと思います。今回は売り切れだったんですけど、ご飯とかおにぎりとかと一緒に食べるのもすごく良さそうでしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、常滑チャーシューさん、舐めてはいけないチャーシューや、すごかった。